バー T99 です。今回はボルスカヤで足を使ってきました。最近花粉めっちゃ飛んでないっすか？花粉は俺のアンチピックって言っても過言じゃないと思ってて、まあ、おかげさまで実況できなかったんで、今回は久々に後付け解説していこうかなと思います。ポジションとか狙う敵の優先度とか考えてること話しながらやっていこうかなと。とりあえずアッシュはキルして、相手の構成はアッシュまくりで、こっちはアッシュなんで、まあとりあえず相手のヒットスキャン、アッシュとまくりを最初に見たいと。まくりが詰めてきそうだったんで、ここは上に行っております。頭ヘッドショットもらいましたね。かなり痛いんですが、ここは味方が詰めてくれていける。次のウェーブまたアッシュいますね。アッシュだけ狙ってます。ここはヘッドショットアッシュに一発入れて、ダイナマイトに関してはここは死にそうだったんで、無理やり起爆させずと。体出す必要あるから、ダイナマイト無理やと思ったらダイナマイト投げるだけで OK。 ナノブースト来ましたね。ここはアッシュを狙いに行くが、相手のアッシュもナノブースト、ボブで牽制して、ちょっとヤバそうだったんで一旦回復しつつ、左側にアッシュいますよね。このアッシュをやると危ない。ほんで回しが蘇生するんで、蘇生するとこちょっと見つつ、いい阻害入ってるよこれ。ほんで相手のマクリ死んでないんですが、どこ行った？今やってくれましたね。で最後はシグマと。でもうすぐ最初に倒したアッシュが帰ってきそうなんで、ちょっと見つつですね。次のウェーブでここダイナマイト起爆させます。次のボブ今 50% なんで、ちょっとたまらんかな。敵はずっと右から来てたんですが、左からシグマの盾見えたんで、左から来るかなと思って右の方から火力を出しますと、アッシュもやれそう、やりました。まあこれで DPS 相手2枚やってるんで大丈夫そうですね。ボブもたまりそう。これ次のウェーブはボブで守れたらええんちゃうかなと思っております。相手の構成が2盾で、オリシグ両方とも一緒のとこにいるんで、まあ、横から車線すくってあげるとダメージ出るんかなと。次も左から来そうだったんで、右の方に構えております。来るね。アッシュが右側、このアッシュ狙ってるんですが、どうや、頭一発すっごいダメージ。ほんでなんかオリーさん右から来たんで、ボブ怖くなって出しました。で相手のボブも来てると。ほんでスリープあるんかなと思ったんですけど、なさそうなんでボブやる。で相手のアッシュ左から来てるね。高台取られたらめんどくさいねんな。ほんでデッドアイでオリーさんやられたんで、ちょっとやばいか。どうなんや、味方のシグマのアルティメットでマクリーとアナやるけど、相手のオリシグ正面におったらこうなるときついんよね。高台行きたかったんすけど、ストップで行かれますと。ほんで防衛側 B 拠点、当ててくる。蘇生あると思うんですけど、これちょっとやばいっすね。相手のシグマのウルトでそのまま左上にシグマおるし、なんか味方がでもオリーサやってくれてんのか。ここは味方キャリー入りましていけそう。シグマ頭一発当てて、でこっからは相手のアッシュとか、あとは DPS マクリーとかを狙ってます。ダイナマイトだけ縦めくる感じで投げといて、マクリやってくれたら、あとはアッシュで、アッシュもやれたと。ほんでなんかあそこに隠れてんねんな、アナか。まあ DPS いないんで火力はないということで、ナイス阻害。さっきから2盾にめちゃめちゃ阻害入ってますね。いやすごいわ。なんか後ろから撃たれてる気すんねんけど、まあしいか。 OK、 これで大丈夫。次のウェーブになります。相手 DPS マクリーからソルジャーなってるんですけど、これやれたな多分。味方マクリーやられてもうてて後ろに行きます。今のアナのポジションあたりで守ってればええんかな。とりあえずまあ似たての盾がすっごい邪魔で、まあ、味方シグマ行かれちゃいましたね。前線やばそうなんで後ろからキルしていきたいけど、あそこにアッシュおんねんな。アッシュだけでも思ったんすけど、強い強いわ。でこのまま拠点の方を取られちゃいましたと。多分拠点にボブ行くべきやったなと思いました。攻撃側やっていきます。攻撃側は同じく相手の構成も味方の構成もほぼほぼ変わらず、相手右守ってるんで左からちょっとワンピック狙ってるんですが、オリーサの盾あると、このストップでめちゃくちゃ火力出されるんで、まあどうしようかな。これ上行った方がいいかな。なんかダイナマイト見せてますね。ああいうのはもう無視でいいっす。ほんで相手のアッシュ右側から結構やらしいとこにいますね。一応上行ったけどマーシーがついてきてないで死にそうやから、こっからピックアップして、ほんならなんか味方がなんかかなりピック取ってるよね。これはどういうこと？取れそうやねんけど。ここは人数有利な時はほんまに死なずに頑張るって感じで、まあ別に火力っていうよりも死なへん方が大事。こっから見てるだけで拠点は取れます。
ほんで攻撃 B ですね。さっきはタンクキャリーで行ったんで、 B は頑張りたい。右側にシグマと、あと多分正面の奥にアッシュとかソルジャーとかがいます。オールオールオール。一応狙ってるけど、なんかシグマヘッドショットでやれましたね。正直アッシュ狙ってた。でソルジャーとアッシュ狙ってるんですが、ナノブーストここ来た。なんか寝てる。ソルジャーやる。ほんでシグマダイナマイトで嫌がらせしといて、あとはタンク2枚ガンガン立て割って火力出せれば多分いけます。奥にアナとマーシーがいるんですが、アナがいるね。なんか寝てるし、味方阻害入ったんで一応ダイナマイト投げといて、ボブがもうすぐ溜まる。最後拠点に出してそのまま取れました。いや、平タンがここはうまかったっすね、めちゃくちゃ。ということで延長戦やっていきます。防衛側、まあ同じっすね、完全にやってること一緒。アッシュで左から軽く出していくと、相手がやっぱ右から来てるから、左からちょっと狙っていきます。半蔵一発怖いんですけど、ちょっと強気にいってます。あんまりここは防衛側なんで強気にいかんでもよかったかもしらへん。で右上取られてんねんな。俺が攻撃やってること一緒のことをやってきてる。で味方がオリーサやってくれたから、危ない危ない。半蔵上来てるし、右上アッシュおるし、どっから見よっかなと思ってます。一応半蔵だけやろうかなと思ったら味方がやってくれる。これ味方キャリーっすね。あとはヒーラーやれれば OK と。まあ優先度合いとしてはやっぱ最初に DPS は DPS 狙った方が、まあランクマッチは勝ちやすいかなと思いました。延長戦防衛側終了と、攻撃側やっていきます。攻撃も考えてることは一緒で、左から高台取るか、まあ右から行って高台取るか、その2択しかないんで、まあ相手似た手かなと思ったんですけど、ここザリアとボールか。編成変えてきてる。アッシュはボール高知眼で遠ざけることしかできへんから、ボールの動きに注意しながら相手のアッシュ、そっち、いやー負けちゃいました。まあただあそこのアッシュ、オリーサのストップとか、あとは盾使えばわりかしやれるんで、後ろからパンパン打っていきますと。いやボールよね。ソンブランのハック効いてるけど、まずボブをやります。速攻解ける。ほんで顔出したらザリアがめっちゃローやのに惜しい。でアッシュが上来ましたね。あそこのアッシュもストップで集めてくれてるけど、いやめちゃめちゃ惜しいねんな。なかなか前に出られへん状況が続いてます。あと相手ザリアとレッキングボールなんで、こっちはもう固まって、もうグループで動くしかないかなと。ナノブースト来た。盾を信じてた。窓が怖い、マジで怖い。死んじゃいましたね。まあ蘇生はあるやろ。蘇生もろって左から集まっていきます。ハモンドの動きに注意しつつ、まあ打っていくと。バティストをやれた。ほんでハモンドのうんちはダイナマイトで処理と。これ完全爆弾処理やからな。プロキシミティマインめちゃめちゃ破壊してる。あとはもう右側にボブ出しといたら多分いける。アッシュにやられても多分大丈夫と。オッケーオッケー。最後ゴリゴリウルトで取ったんですが、いけましたね。はい、ということでここからはおまけクリップです。ぜひご覧ください。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。